脚を開きましょう。両方の腕を曲げて胸の前に。その手と腕の運動からです。まずは腕にしっかりと力を入れて手を握りましょう。大きく開きます。指先、末梢の部分まで刺激を加えましょう。軽く振って振りほぐします。ここは動作を止めないようにゆっくりと曲げて、押し出すように腕を伸ばします。流れを止めないように、胸の運動です。息をいっぱいに吸って気持ちよく伸びをしましょう。緩めます。もう一度。上体ゆすりの運動です。立ってる方は足の屈伸に合わせて脇腹を軽快に叩きましょう。体を横に曲げます。良い姿勢で両手後ろで組みましょう。首の運動、まずはゆっくりと前後に曲げます。横曲げです。首を左右にねじりましょう。突き出し運動、ここは上体の力を抜いて4回ゆすり、腕を素早く突き出します。椅子に腰掛けてる方もできる範囲で。立ってる方は一度足を戻しましょう。足と腰の運動です。この6番目の運動は運動負荷が少し高くなりますが、年齢とともに衰えやすい足や腰、背中の筋肉を鍛える効果があります。できる範囲ですが、積極的に体を動かすようにしましょう。椅子に腰掛けている方も胸を張りながら静かに上体を前に倒します。背中や腰の筋肉を鍛えます。さあもう一度。腕と足の運動です。腕を元気よく前後に振ります。椅子に腰掛けてる方は柔らかく上体をねじりながら曲げましょう。リズムに合わせて、立ってる方は横に2歩移動しますが、足踏みでも構いません。深呼吸。